リアリングに、まあ、あのロボットボムを使っていくっていうやり方をやってたんですけど、なんかあれもうこの見えないところでロボットブームが倒してくれるっていうのがあの北斎の強いところですはい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです本日はですね、なんと珍しく筆を持ってきましたローラーとか全然使ってるところですね、お届けしたことが今までなかったんですけども、ちょっとですね、適当に振っててもなんかあの横とかに当たって結構倒せるって聞いて、筆が強いと噂を聞いてですね、今回、まあ、ミーハーな感じで握ってきちゃいました。うおー怖え。で、筆の特徴なんですけど、こんな感じで走れます。ただインク消費が結構大きいんで、もうかえってもうバシャバシャしながら塗り進めていきます。やめてくださいチャージャーさん怖いんです、やだやだやだで、今のところ、敵とも遭遇することもなく平和に塗ってるだけ動画みたいな。おーノー、バケツはダメいやー、今もうパンチが飛んでくるかのごとくすごい射程でバシャーって来られましたので、まあやられたら塗っていけというところでですね、しっかりと自陣塗っていきますよ。で、雨降らしやられてしまったんで、で真ん中に、敵さんがいてるんでどかしたいっていうところで、この犬みたいなですね、ボー味方の方と、ミサイルの着弾地点が被ってちょっと怖かったんですけど、サブがですね、このロボットボムっていう、この敵を見つけるとあんな感じでテクテク歩いていってくれるボムがサブです。で、結構ですね、その潜伏とかしてても、追いかけてくれるんで、割と頼もしいサブです。で、今のところ平和動画のとこで、わーっと今突撃してやろうかなと思ったんですけど、インクが足りなくてですね突撃隣のムーポンができずに終わってしまうというですね。あ、やべえ、なんかぴょんぴょんしてる。あー、射程が長えよそれ。あ、おーノー、びっくりまあ射程で負けるんやったら懐に入ったれっていうのがね、まあ、短射程の鉄則っていうところではありますんで、で、あのチャージャーずっと高台でいてるんで、なんとかしてほしいってとこがあるんですけど、やっぱちょっと届かないんでね、筆やとピーチに限界があるんで、じゃあどうしようかな、この辺とか塗っちゃえ塗っちゃえ塗っちゃえもう敵陣とか、ガンガン塗っちゃうぞって感じで塗っちゃうんですけど、で、バケツの方には射程負けするんで、攻めてきてくれましたね。なんかラッキーです今みたいに割と適当にうわーってオラオラしてても倒せてるっていうのが、筆のいいところです。で、あの高台チャージャーは厄介だな、厄介なんで言っといて、あ、届かないとーとーで、ローラー、おー危ない引かれちゃうとワンパンなんでね、ローラーは、怖かったなってとこなんですけど、で、この辺隠れて不意にピョッと飛び出してジェットパックだ、ほらおー、降りたけど倒しきれなかった。しかし塗り状況的には結構こっち塗れる武器が揃ってたっていうところなんで、まあなんとか塗り勝つことができましたねありがとうございます。で、まあ割かし適当にぶん回しててもなんかガツ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 攻撃が当たるっていう感じで結構倒せちゃうっていう武器ではあります。はい、ではですね、引き続きこの筆を使ってやっていきたいと思います。北斎ですね。まあ、射程も、そこそこあるっていうところで、だいたい若葉シューターと同じぐらいの射程みたいです。試し撃ちで試してきましたで、ただスプラシューターとは打ち負けてしまうんでちょっと怖いな、隠れて、ロボットボムにガン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 クリアリングしてもらって、おお、筆じゃねえわ、なんだっけ、ローラーがバッシャーってやってちょっと怖えなとこなんですけど、おお、ノー、オッケー、危ねえ、味方ナイス今ちょっともうインクバリアにやられて、インクアーマーがやられてしまったところなんですけど、まあいつもの帰ってきたら濡れとこいつ今んとこ活躍してねえなっていう感じがあるんですけど、壁とか塗ってたんで許してください
陣地濡れやってとこなんですけど、で、あ、ボムがラッシュしてるっていうとこはなんかいますよね、いますよね、いますよね、オッケー、見えてますよ。で、犬が、犬じゃねえ、ロボットボムが、場所をサーチしてくれるっていうところで素晴らしいサブですよ。なんかサブの中でも割と上位の強さなんじゃないかなと個人的に思います。で、今のところ、味方の方ですね、味方の方が塗りが強いのか、そうですね、味方塗り武器が多いっていうところで今のところ優勢取れてます。ただ、まあ、縄張りバトルなんで、ね、一気に、カウントとか関係なしに一気にひっくり返されることがあるんで、しっかりと壁とかですね塗って、ちょっと潜伏して様子見て、で、ボム行ってもらってオラオラして倒すと、今なんかは結構シューターとかやったら完全にその、まあ、攻撃とか全然当てれてない向きやったんですけど、筆やったから、まあ、横まで攻撃が届いてなんとかっていう感じではありましたね。で、ラピッドブラスターはちょっと怖いな、射程がどうしても無理なんで、あーと、うわー、おられた。まあ、構わないです。あ、なんか倒してる？なんだろう。ロボットボムがですね、こんな感じで、知らない間になんか倒してくれるみたいなのがあるんで、そういうところも結構その北斎の、むちゃくちゃやってても強いかな、まあ強いかなってところではありますので、あ、また煽られた。これ全国放送やから、そういうのやめといた方がいいよ。で、まあ。結構射程で、まあなんとかっていうところなんですけど、同じ射程の若葉の方にやられてしまったかなっていうところがあります。ただ、塗り状況的には依然とまあ有利なんで、まあこのまま塗り進めてくるよね。危ねえ、びっくりした。今結構キルタイムは筆そんなに速くないんですよ。連打ができないっていうところで。なんで、あ、久しぶりに走っとこう。思い出したかのように、走ったんですけど、なんで、本当に近づかれるとちょっとやばいなっていうところがあるんで、ゼロ距離になるとザップとか、何でしたっけ、モデラーとかの方がキルが早いっていうところなんで、本当ゼロ距離は怖かったんで、飛び込みちょっとドキッとしましたけど、なんとか、オラオラしてやっつけていきました。で、こんな感じでですね、適当に振ってても、倒せるし、ロボットボムが、ポーイって投げるとなんか気づいたら倒してくれるみたいなのが、筆のまあ、白菜じゃないわ北斎の強いところかなと思います。よっしゃ、やりますよ。引き続き筆でオラオラしていきます。オラ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 もうオラオラが言いたくて使ってるんちゃうか説ありますけどね。やっぱこの武器っていうか、まあ筆系の武器ですね、北斎とかパブロを使うとみんなオラオラオラって言いますよね。で、ちょっと射程負けする相手が、裏にいてるんで、ボムで牽制をして、で、壁とか塗ってなんか来そうってとこがあるんですけど、ボムに追いかけてもらおうと、撃つべし。ひでえキルの取り方だってとこがあるんですけど、着地無理。せっかくまあ、狩られるかなと思ってボムを置いたんですけども、着地で消されてしまったんで、いつものやつやっていきますよ。このやられたら塗っていけ。いつものやつってってとこなんですけど、でこの辺とかですね、まだ味方、やられてないんで、塗ってないんで、私が塗っていきましょう。でインクがすぐなくなってしまうっていうとこなんで、まあインク回復をしっかりして、で、まあいつでも戦える準備だけはしといて、おっと、ラピがいてるか、どこや、なんか潜伏してるよな、してないか、で、結構クリアリングに、まあ、ロボットボムを使っていくっていうやり方をやってたんですけど、なんかあれもうこの見えないところでロボットボムが倒してくれるっていうのが北斎の強いところです。いや、そうなんですよ、本当に、まあ、よくわかんないキルが多いっていう実力に関係なくですね、ある程度倒せるっていう不思議な武器。いや、まあ、立ち回りが結構多分大事なんですけどね、射程が短い分。ただ、キルに関して言うと、割とよくわからん倒し方してるなって感じはしますね。で、ラーピーが、ドッパンしてるんでちょっと引きます。
今のはちょっとラピの間合いやったんで無理っていうとこで、オラ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 となんとか倒していきました。で、どうしようかどうしようかちょっとテンパってるで、このジェットパックいつ使おうかなっていうところが正直あるんですけど、味方のボムだったってとこで、やられてんな。何にやられた。あー着地してる。おーっとナイス味方で、ヒートラピが2枚か相手。珍しい編成、ちょっとそれはかなわないな。なんでちょっともう射程負けするならばもうこういうスペシャル使って押してったれっていう。味方追い込んで、オッケーオッケーオッケー。今のは、連携をして、なんとかサポート、アシストですね、取りました。で、ラピーの方が、どっかこの辺いそうな気はするんですけど、見当たんないっていうところで、ちょっと浮かすぎかな、浮かすすぎたかなってところがあったんですけど、なんとか、やっつけることは、できなかったんですけど、塗り勝つことは、できましたね。できました。っていう感じで、ほんと、ミラクルキルみたいな、ようわからんラッキーキルが非常に多い武器かなっていうのが、北斎の特徴かなっていうところではありました。では、ありがとうございます。はい、ではここまで、ムーポンがお送りしましたスプラトゥーン2実況、ご視聴いただきましてありがとうございました。現在ですね、左上の方に、チャンネル登録が出てると思いますが、もし気に入っていただけたようでしたら、今後もですね他の動画上げていきますので、よければ登録して、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。